はいどうもポンチです。今日は4枚のカードしか使わない3つのプロ御用達のトリックです。お楽しみください。実演、今日は4枚のカードを持ってきました。4枚とも全てクイーンなんですけれども、今何枚ひっくり返ってたか見てました？1枚正解です。1枚ですね。これね、結構見てない方多いんで、しっかりと見といてくださいね。こう振ってあげます。振ってあげるとこれで2枚目もひっくり返るんです。さらに振ってあげるとこれで3枚目もひっくり返ります。で、4枚目はどうするかっていうと手動なんですよ。4枚目は手動でひっくり返すと、まあこれで当然全てが裏向きになりますよね。これなんでクイーンがひっくり返ってったかっていうと、実はクイーンたちは全員お着替え中だったんですね。いやん。実演、1、2、3、4枚のカードを使います。で、実はこちらの4枚はまだ印刷されていない印刷前の真っ白なカードなんですけれども、くるんとおまじないをかけるたびに何かが起こります。今1枚のカードに印刷がされました。スペードのジャックです。今度はスペードのジャックの1、2ご注目。1枚目、2枚目、3枚目にあるのがスペードのジャックでございます。1枚目、2枚目、3枚目にあるのがスペードのジャックなんですけれども、くるんでやってあげるとこれで一番下まで貫通してしまいます。今度はですね、スペードのジャックをひっくり返しておきます。今スペードのジャックだけが表向いている状態ですね。1枚目、2枚目、3枚目で表向きの状態。ここでくるんとやってあげると、これでスペードのジャックが消えて真っ白になってしまいます。もちろんくるっと回さず何もしなきゃ何も起こらないんですけれども、やっぱりくるんと回してあげるとこれでスペードのジャックが出現してしまいます。実はこれそれほどね、難しいマジックじゃないんです。なぜならスペードのジャックの裏に大きく印が書かれてたからです。実演、4枚のカード、4枚のエースを使ったトリックです。実はカードは1枚1枚重さが違うって言われてて、スペードが一番重いです。まあインクの量からなんとなく想像できると思うんですけども、ちょっと手出してもらっていい？ありがとうございます。そしたらですね、ごめん、もうちょっとこっちで、スペードのエース、重い方はこちら乗せておきます。で、軽い方のクラブのエースはスペードのエースの下に持っていきます。で、この状態で時間が経つとクラブの方が軽いんで、自動的にクラブの方が上に来るわけですね。下にあるのは当然スペードでございます。じゃあもう一回やってみましょう。今度はですね、逆に最初に軽い方クラブのエースを先に置きます。そんで重い方スペードのエースをこう下に置くわけですね。で、重い方が上がってきたらもっとすごいじゃないですか。これで上がってきました。ただしこっちでクラブの上にスペードが上がってきました。そちらにあるのは2枚の赤いエース。入れ替わりもやっちゃいました。拍手。はい、では解説していきます。すべて4枚のカードのみで行います。まず1つ目にやったものですが、レギュラーのハートのクイーンを1枚、そしてブランクフェイスカードを2枚、そしてハートのクイーンのブランクバックカードを1枚用意してください。クイーンじゃなくても何でも構いませんが、クイーンだったら着替え中だとか化けたみたいな演出がやりやすいとは思います。最後のオチとしてこういった綺麗な絵を出現させるんですが、絵じゃなくても写真でも構いません。ただ1枚のカードを2回見せることになりますので、4枚すべてが違うっていうよりはある程度ね、一緒な感じにした方がいいかとは思います。例えば女性の写真を貼っといてもいいと思いますし、これをやる方が女性の方の場合は自分のね、すっぴんの写真を貼っといて、すっぴん中は隠れるんですみたいなオチでもいいかと思います。とにかく自分で考えて絵を描いたり写真を貼ったりしてください。そしたらセットアップですが、一番下にハートのクイーン面が上になるようにこのように持って、ブランクフェイスカード2枚はその上に重ねます。そして最後のレギュラーのハートのクイーンは表向きの状態でトップです。この状態で財布等から取り出して演技スタートです。まず4枚の同じカードを持ってきたんだと言って、エルムズレイカウントを行います。そうすると今1枚がひっくり返ってる状態なんですが、ちなみに今何枚ひっくり返ってたか見てましたとか、まあお好みの演出入れてください。1枚って言われると思うんで、あ、よく見てましたね、結構見てない方いるんでよく見といてくださいねと言って、もう一度エルムズレイカウントを行います。こちら裏面ちらっと見せても構いません。そしたら最後の1枚は必ずボトムに回します。そしたらここからお好みのおまじないをかけて、もう一度エルムズレイカウントを行うと2枚目のクイーンがひっくり返ったように見えます。そして3枚目も好きなようにおまじないをかけて、このようにエルムズレカウントしてあげると3枚目も裏向きになったように見えます。そして最後なんですけれども、手動でやる必要がある上にこちら見せられないので、まあ広げてって2枚を下げてこのまま押し出します。で、このまま下のカードが見えないように引き出していって
って4枚目のクイーンはスローモーションでやりますだとか、4枚目のクイーンはね手動なんですと言ってひっくり返して下に持っていきます。マジックとしてはね微妙な動きになるんですが、あくまで個人的にやりたいのは最後の部分だけですので、まあここの部分は目をつむってまたエルムズレカウントを行って、そうするとまあ当然全て裏向きになるわけですねと説明します。で最後のオチでなんでクイーンがひっくり返っていったかっていうと、実は着替え中だったんだと言って全体をひっくり返して、このままエルムズレカウントを行うと全てのカードが着替え中の女性になったように見えるってものです。あんまり凝視しないでスケベーとかって言いながらカードをしまってください。途中のそのハンドリング微妙ってね思った方も結構いらっしゃるかもしれませんが、クライマックスまでかなり短いテンポで迎えられますし、非常にキャッチーだと思いますので、パケットトリックのオープニングとしてもやりやすいんじゃないかと思います。気に入った方はぜひやってみてください。はい、そしたら2つ目にやったものですが、演技終了後お客様に手渡すことができます。必要なものは3枚のブランクフェイスカード、それと1枚の色違いの裏面のお好みのカード、他には実演のようにブランクバッグを使ってもいいですし、例えば別のデッキから選ばれたカードを混ぜ込ませてやってもいいですし、もっと凝ってやりたい方はハートのクイーンとかフォースしてからやってもいいんですが、そこら辺はねご自由にしてください。こちらの色違いのカードを上から3枚目にセットしておきます。そしたら4枚のカードを取り出してきて、まずエルムズレカウントをさりげなく行います。案に裏面の色を示すってことです。そしたら上から2枚のカードを取ってこのように示します。これらはまだ印刷されてないカードなんだと言って2枚を下に回して全体をひっくり返します。そしてまたエルムズレカウントを行って全て真っ白のカードであることを示します。そしたらあとはお好みの演出をでやってください。エルムズレカウントを行うと1枚のカードが出現します。そしてこの次にカードの順番が重要なんだと言ってカードを立ててこのように示します。カードを胸元に持ってくるぐらいがね示しやすいかと思います。右から順にこう1,2,3と言ってて、今3枚目にありますねと言って閉じてから裏面にします。ここは後ろにお客様いる場合もあるかと思いますので臨機応変にやってください。そしたら今お客様3枚目にあると思ってますので、1と言ってまず1枚目を取って、まあここもエルムズレカウントですね。2と言って2枚を一緒に取って、3と言って3枚目のカード少し突き出しといて最後のカードを上に重ねます。でこのまま押し込んであげてお好きなおまじないかけると下に来ます。で下に来たらこれらを全て広げて示しながら右手左手に2枚ずつ持って、このまま揃えながら2枚の下にブレイクを取ります。そしたら今度はクイーンをひっくり返すといってダブルリフトです。2枚をひっくり返したら一番下のカードを取り出して上に重ねます。そしたら全体をひっくり返します。ここで一度エルムズレカウントを行ってクイーンだけが表向きであることを示します。そしたらこのように今3枚目にあるねと示したら、もう一度エルムズレカウントを行うとクイーンが消えたように見えます。こちらのカードは突き出してこのようにひっくり返してボトムに戻します。そしてもう一度エルムズレカウントを行います。今は何も起こってません。ただおまじないをかけるとといって、もう一度エルムズレカウントを行うとまあクイーンが出てくるわけですね。そしたらこのように示して、実はこのマジックそんな難しいマジックじゃないんだ、なぜなら裏面に印があるからといってこのように示して演技終了です。最後はお客様に調べてもらって構いません。エルムズレカウントを使った超有名トリックです。セットも簡単で余分なカード等を使うようなストレスもないので、財布等にしまっておけばあなたの武器になるようなトリックだと思います。ぜひやってみてください。はい、そしたら3つ目なんですが、4枚のエースを取り出していただいたら過去に解説しているラストトリックのバリエーションとなります。どっちも捨てがたいぐらいいいトリックとなってます。セットの順番は表向きにした際に一番手前がクローバーで、その次がスペード、赤い2枚はどちらでも構いません。この状態でまず4枚のエースを示します。そしたらこのまま揃えてこのように持ったら左手に1枚1枚リバースカウントで取っていくんですが、このようにするとダブルリフトが楽になるってことですね。1枚1枚左手に取っていって、残り2枚の上に取りながらブレイクを取ったら、実はカードの中で重いカードがあるんだと言ってスペードをこのように示します。ダブルリフトですね。そしたら手を出してもらいます。あ、手はちゃんとこう平に出してもらいまして、ここで本来ならまあそのまま渡したいんですけれども、ひっくり返してここにまた戻す、この理由付けが欲しいので、ひっくり返したら手を触って、あ、もうちょっとこっちでとか、このようにこちらでなんかしながらトップのカードをずらしておきます。そしてこのままスペードのカードといって、実際クラブのカードを手の上に置きます。そしたら次にトップのカードを右手で裏向きのまま取って、左手でこちらの2枚を示します。これで勝手にこちらのカードはクラブと思い込みます。そしたら手の下にね、このカードの下に滑り込ませます。クラブの方が軽いんで時間が経つ上に上がってくると言って上をひっくり返して示します。そして下のスペードを示して、まず1段目です。そしたら2段目ですが、クラブのカードを2枚のエースの間に差し込む必要があります。現象起こった後なのでオフビートになってますので、堂々とこのように差し込んでひっくり返してシャッフルするような感じで一度リバースカウントを行います。でもう一度リバースカウントしながら2枚の下にブレイクを取ったら、またダブルリフトを行って今度はクラブを示します。でクラブを手の上に
載せます。実際は全然違うカードですね。そしたら今度はまた1枚のカードを取ってまた2枚の下にブレイクを取ります。でこのまままたダブルリフトを行ってスペードを示して重い方を今度は下に置くといってこのように下に入れます。そしたらあとはお好みの演出で今スペードが上がってきました。ちなみにこちら側でクラブの上にスペードが上がってきました。そちらついでに入れ替わりもやっておきましたといって演技終了です。ダブルリフトやブレイクの取り方は各自でねやりやすいようにアレンジしてください。1段目に貫通現象を行うことによってより2段目の段階でこちらに集中がいくので予想外の展開にお客様はかなり驚きます。お客様の手の上で現象が起こる非常におすすめのトリックです。ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。少ない枚数のカードで行うマジックのことをパケットトリックと言います。いきなりマジックってやった時に一組のカードを出すほどのいやらしさないですし持ち運びも非常に楽なんでかなりおすすめのジャンルです。ぜひ普段から一つは持ち歩いてみてください。プロがマジックをレクチャーします。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。